服部が再び銃弾を放ったのは下山する途中だった。獲物は傷ついている。ここまであんだけどな、肺に入ってるぞこれ。あれ下に飛んだか、これも寝てねえか。あれよし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 、よし、死んでる死んでる、止まって止まって寝てる。よーし、よーし、さあ、焼肉だー。あー、よっしゃ。二頭の鹿を目にし、仕留めた鹿は母親だった。その亡骸を引きずりながら服部は気を引き締める。山で格闘してきたこれまでの人生が鹿一頭の殺生と釣り合うか、自問自答しているように見えた。丁寧な解体は命に対する責任の全うだった。待望の心臓、こうやって切れ目を3つ入れて神、山の神に捧げるっていうのがあります。これ生でもいけるから。やばいよねこれ。いや本当に鹿さんありがとう、来てくれて。人はかつて己が食べるものを己の力で手に入れていたのだ。その夜、闇の奥には小鹿の鳴き声がこだましていた。